おはようございます。レイです。8月2日火曜日の今日はカレーうどんの日です。1910年明治43年に東京目黒の蕎麦屋朝松庵が提供し、全国にカレーうどんが浸透してから100年になる2010年、カレーうどんをこよなく愛するカレーうどん100年革新プロジェクトが制定。日付は6月2日がかつて横浜カレー記念日であったことと、7月2日がうどんの日と言われていることから8月の2日にしたものです。そして今日はもう一つね、赤からの日というのをご紹介します。愛知県豊橋市に本社を置き、カニ料理、和風料理、炉端料理、焼肉料理などを全国で店舗展開する株式会社コーラが制定。同社が手掛ける名古屋味噌と赤唐辛子をブレンドした秘伝のスープで味わう赤から鍋や鶏せせり焼きなどを提供する業態赤からをさらに多くの人に知ってもらうのが目的ということです。日付は赤からの1号店がオープンした2003年8月2日から撮っているそうです。夏の暑い日に辛いカレーや辛い鍋で汗をかいて、涼しさとスタミナを温存して夏を乗り切りましょう。それでは皆さん、今日も良い一日を。